私を誰だと思ってるのよ。天才アイドルよ。あの歌声、あの笑顔、近くで彼女を見たら誰だって虜になりますわ。君はどうしてアイドルになろうと。私が永瀬真奈の妹だから。それで十分理由になりませんか。この胸が教えてくれるんです。きっと私にアイドルになるって。今始まるストーリー。驚いた。まるでマナちゃんが歌ってるみたいだったわ。すごい。私たちと全然違う。忘れるな。くだらないことにとらわれているうちは永瀬マナには追いつけない。勝ち上がっていける自信は。負けられないよ。だって私はいろいろ背負ってるもん。ヴィーナスプログラムの頂点に立つこと、それが私の目標です。琴乃はきっと私のためにアイドルになろうとしてる。もっと練習して頑張って、あんなアイドルになりたいです。どうすれば私たちは勝てますか。これでもアイドルとしてのプライドはあるの。どんなに上手い子にだって、たとえ私と同じ歌声を持ってる子にだって、私より上手く歌えるとは思わない。私の歌は私だけのものだから。